はい、皆さんこんにちは、昭和マニア1982です。今回は、またまた懐かしいトミカタウン、を紹介したいと思います。先ほどね、押し入れのまあ片付けとかまたしてたんで、またまたね、懐かしいトミカタウンのおもちゃが出てきたんで、紹介したいと思います。それはこちらです。前から探してたやつなんですけど、トミカタウン踏切です。はい、まあ以前、カーウォッシャーを紹介したいと思うんですけど、それの、シリーズの第2弾かな、第1弾かわかんないですけど、はい、まあ、カーウォッシャーと同じ日に発売されたやつだと思います。はい、まあ説明がこれ書いてますね、いろいろで、ゼンマイで動きます。はい、まあこのベルが鳴る仕組みになってるんですね。ゼンマイを巻くと、で警報灯がここが光って、遮断機が、降りて自動で、行くのかな、上がるのかわかんないですけど、多分こう動くんですね。はい、ではまあ早速、はい、見てみましょうか。はい、まあカーウォッシャーと同じデザインですね。はい、では開封していきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっとこの紙がね、紙が、はい、まあ気にしないですけど、気にしないっていうか、まあ、はい、ちょっとねセロハンテープが今ないんで、ここにはね、いつものことなんでね、いつものことっていうか、はい、ちょっと待ってください。はい、では、はい、じゃあ早速、では踏切ですね。まあなんつうんだろう、本当の踏切っていうか、僕ねちっちゃい頃から踏切がすごく大好きで、はい、もうねこのね、なんつうんだろう、このアンジャラスがこの銃なんてバッテン、これがねすごい好きで、触ろう、本物のやつを触りたかったんですけどね、残念ながら触れなかったんですけど、当たり前ですけどね。だからこういうおもちゃを買っ、踏切を買ってよくねこうやって手に持って、はい、生活してました。生活っていうか遊んでました。はい、それほど、好きだったかですね。今も好きなんですけどね。はい、で、ここにねベルがありますね。はい、ベルで、これがゼンマイですね。でこれはスイッチ、遮断機と、で警報灯ですね。はい、でまあ早速、つけて遊んでみたいと思います。はい、これがガードレールですね。ガードレールをこの道路のね、横のここに差し込みます。はい、ね、はい、で、踏切、この出っ張りがあるんで、おっとっと、出っ張りがあるんで、ここにね見ます。はい、これで完成です。あとは、まあ、好きなトミカ、好きなっていうか、まあ、トミカを出せば、完了ですね。じゃあ今回はこのアルファードを使って、遊んでみたいと思います。ちょっとカメラをこっちに持ってて、はい、では早速遊んでみたいと思います。まず、トミカがこうやってやってきます。で、ここで止まって、このスイッチを押します。そうすると、遮断機が降りて、警報灯が光ります。はい。で、トミカが発射するっていうわけですね。はい。もういい、いいや、この紙。はい。ですね。まあ、ちょっと説明が長くなりましたけど、これですね、踏切の紹介でした。では最後にもう一回、
見ていただきましょう。こうやってトミカが来て、ちょっと大丈夫かな。はい、ではもう一回スイッチを、このここにボタンがあるんですよね。このボタンを押すと遮断機が降ります。はい、で発射するということですね。はい、以上で、今日は踏切を、紹介しました。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。